じどの目線なんやろうな。だって神宿る島沖ノ島って宿っちゃん、多分うちはあやみが宿っとうと思っとっちゃんね。だけどね、まあ、本当に、まあ、でも本当に嬉しかったと、リアルにあの地元やけんね、あの講師少子少子高齢化っていうかさ、あの子供がおらんって言うか、子供がおらんっていうか、で今からってさ、その子供おらんわけよ。だけどさ、こう世界遺産になったことによって、こういろんな若い者がね、若い者が来て、でこうそこであの子供作って、あの小学校とかもね、十何人しかおらんと、14人とか小学校とか、なんかかわいそうな、そんなさ恋愛もできん、友達もできん、マジできるかそんなさ、かわいそうやん。なんかね、別れてさ、そんなおったらもう絶対会うやん。そんなさ、かわいそうやん。だけ、村から聞いみんな今のつきまで行くやつおると思う多分こんね、なんもないもん。でも、本当にあの、うん、みんなのおかげありがとう。沖ノ島が世界になったから、みんなのおかげありがとう。よかったよかった。ユネスコで、あの、何だっけ、ユネスコ、はい、で、今の話やったっけ、どうしちゃった？車で住んできて、密売して、あーって話した。あ、そう。だけどそいつはなんかね、他の県のやつらしいじゃないけど、その逃げて、この地元に来とらしたい。その時に出会ったらしい。いい迷惑よ、別に。だって。